オス、フライドです。サラダ前回の続からやっていきましょう。ワンピース、アンリミテッドクルーズ、エピソード1。今回はパート11やっていきましょう。さて、前回ですね、樹林島のマップ開示率 100% にして、そして、隠しボスの、バギーとね、同系のバギーと戦いましたね。まあ、そうですね、チョッパーゲーでしたね。チョッパーとゾロゲーでしたね、ほとんど。チョッパーのね、ランブルが強すぎましたね。あんなに削れると思ってなかった。で、今回は、こちらですね、渓谷島、やっていきたいと思います。さあ、渓谷島に、着きました。どこ行けなかったっけ？あー、左側？左下とか左上とか。じゃあそうですね、ここをやってきますか。ちょうど目の前にあるんで。レッツゴー。さあ、うわー、急にいるわ。怖怖怖。さあ、渓谷島。モグラーと爆弾が必要だ。あ、金の力も必要だ。足りない。さよなら。ちょっと一旦、金集めてきますか。持ってたっけ？ちょっと金、集めてきます。待って、金色何個必要なんだろう。とりあえずここで1個、あ、大理石も必要だ。ランク不足3つですね、とりあえず。さあ、派生技習得。 A ため、クールボール&ヒートボール、冷気と熱の泡で雲を作る。お、来た。さあ、新技習得。ダッシュ A、 ランキー流、棒術による乱撃。さあ、発動させていきましょう。レッツゴー。じゃあ、どんどんガン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 、あ、ダダダダーンオッケー。さあ、この先なんかあんのかな。ちょっと待って。マップ的、あ、繋がってるっぽいですね。あー、なんかいっぱい追っかけてくる。助けて。あー、はい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 。ここね。なんだっけ、これ何？赤い果実じゃなくて、褐色の果実だ。あ、これがあるところってこと？それだけっぽいですね。あ、ここに続いてるってだけか。オッケー。じゃあ次の場所。どこだっけ？上ですね。そちらにね、向かっていきましょう。さあ、こちらですね。やっていきましょう。敵もいるけど。足りますね。オッケー。レッツゴー。さあ、俺に任せろ。ギコギコガンガンシュッシュッシュッ、ラン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 、ドリアン。さあ、橋ができましたね。ここは初めて行くところですね。当たり前か。これなんだ？なんかこの木は何？なんかいるよ。あー、ヘラクレス。これ何？あ、何？あ、登れるってこと？はい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 。ここにはしごをかけて上に登れるようにしたら便利そうだな。よし！後で作っとくか。何が必要？よいしょ。竹、ゴールデン GP、竹も集めますか。さあ、こちらですね。やっていきましょう。レッツゴー。さあ、いっぱい作るぜ。さあ、できましたね。はしご。さあ、ここを登ってって、行くと、何がある？よいしょ。あ、クワガタがありましたね。なるほど。これでいつでも帰れると。あ、この辺っぽいな。どこだ？地図的には、どこだっけ？これ。左の情報しかわかんないんですけど、先っちょ？先っちょっていうか、この辺かな。まあ、ちょっとわかんないんで、ちょっと進んでいきましょう。こっち行けそうなんで。敵が出てくる。マップ的には、左上か。あ、敵いるわ。はい。はい、オッケー。さあ、新技習得。ダッシュ A、花歌のマーチ。花歌混じりの絢爛舞。ダッシュ A。あ、これ？おはは陽気だな。ふふーんって。オッケー。あー、人参。こっち側はなんだ？敵もいる？あ、敵っていうかゾンビがいるわ。よいしょ。あー、さよなら。どんどん道が続いてますね。この先なんかあんのかな。道は続いている。あー、はい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 。前来た時行けなかったですよね。こっち側に出たんですね。はい。あ、こっちから？もしかして。
なるほど。正規ルートはこっちと。ここにも橋作っとくか。確かに作れたら便利ですね。大理石とゴールデン GP。OK。これ作りましょう。やれるものはどんどんやっていくと。あ、待って。あそこにパンダマンが泳いでる。しかも二人いるわ。こっち側は？こっち側は行ってないですよね。よいしょ。人参がいっぱいあるだけ？はい。手折れた人参。まあ、人参集めはここでいいと。あ、トラップが仕掛けられますね。はい。まあ、一応仕掛けときましょう。何があるかわかんないんで。あ、こっち側も行ってないかな。はい。すいません。どいてください。よいしょ。やばいかも。あー、落ちるー。はい。オッケー。こっちなんだ？よいしょ。あー、なるほど。繋がってる？さあ、新スキル習得、身軽、レベル1。ダッシュで消費する SP が減少。なるほど。いいね。ダッシュって結構 SP 使えますからね。こっち側なんかいけそうですね。あ、いけるわ。竹がありますね。まあ、一応拾っといて。あ、こっち側いけますね。いけるけど、行って。あ、釣りができると。オッケーオッケー。そういうことか。何釣れんのここで。はい。お、ちょっと強いかも。あ、ちょっと強くね？ちょっと強い。強い。助けて。よしよしよし。ちょっと強いって。いけ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 。もう、押せ。ゴリ押し。よいしょ。ドン。なんだこれ。なんだこれ。げんこつザリガニ。はい。お、エクルビスの香りに。エクルビスってのは、あれだ、ザリガニのこじゃれた呼び方だな。まあ気にすんな、うめえから食え。げんこつザリガニ。あ、3匹じゃああと2匹釣れってこと？オッケー。さ、ドン。オッケー。おげんこザリガニね。おげんこ。よいしょ。なにこれ、ちっちゃ。おげんこじゃない、まためだか。さ、ドン。オッケー、げんこつ、おげんこザリガニ。おげんこ、オッケー。これで3匹かな？オッケー。じゃあ一旦戻りましょうかね。大理石と金の GP ね。で、こっちはランク不足なんで、いけないと。じゃあ一旦、戻りましょう。お、新技習得した。ボルカ・ルミーズ。軽さと速さを兼ね備えた連続突き。なるほど。お、スキルレベルアップ。身軽、レベル2。SP が減少。さあ、こちらね、やっていきましょう。レッツゴー。さあ、ギゴギゴゴン、シュッシュッシュ、ガン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 、ダラララララ、トゥーショット、ジョーバイ。オッケー。これで、自由にね、こっからいけると。で、一応これで、渓谷寺までのやることは、やりましたね。下のところはいけないんで、ランク不足で金がね。なので氷山島向かっていきましょう。ここにいてもやることはないんで。さあ、こちらね、作っていきましょう。エクスビスの香りに、レッツゴー。トン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 、ゴク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 。なんかすごい、全部茶色だ。茶色なのか赤なのか分かんないけど、めっちゃうまそうやん。エクスビスの香りに、はい、ザリガニをブイヨンで煮た料理、煮込み料理なの。香味野菜の旨味も溶け込み、絶品の味。なるほど。スタミナと HP がアップすると。まあ、チョッパーかな。はい。あー、メダカね。メダカちゃん。メダカちゃん入れるか。とりあえず15回ね、料理しないといけないんでね。まあ、チョッパーで。あ、これ強化できますね。釣り竿。一回だけ。オッケー。氷山島何が必要？ああ、ゴールデン GP と、モグラが必要だ。爆弾も、多分100個ぐらい必要だよ。わあ、GP7 も必要なの。なるほど。モグラも2匹捕まえてきますか。で、一応ね、金の GP 集めとしては、氷山島の一番最初のとこですね。サニーのとこから道なりに進んでって、途中までね、行くという感じですね。多分今赤い印かなんかついてると思います。その辺りまで行って、まあ戻ってくるという感じですかね。金の卵とか、ゴールデン果実とか手に入んなかったら、まあ、もう一回サニーに戻ってって感じですね。ここにね、空飛びペンギンとかもいるんで。
今回は、ゴールデン果実と。しかも1個だけ ?1 個だけ。さあ、戻りましょう。まあ、奥の方行ってもいいんですけど、こっちの方がね、いろいろ短縮になると思うんでね。さあ、空飛びペンギンいましたね。こんな感じで。たまにね、いるんでね。で、ゴールデン果実はないと。往復時間的には、まあ、どれくらいなんだろう。1分多分かかってないと思うんですよね。行きでも多分数十秒かな。多分今、時間がね、出てると思うんですけど。まずここで、捕まえ。る。OK。見てください、これ。まあ、いたらね、捕まえてる時間と、まあ、いなかった時の時間はね、違うんでね。果実もある。今回果実もありますね。よいしょ。まあ、つらら落としてから、果実を拾いに行くと。いた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 。オッケー。で、戻っていくと。今回結構収穫ありましたね。で、まあ、この人たちは無視と。まあ、無視してもいいし、倒してもいいし。よいしょ。さあ、どれぐらい？さあ、結果はね、こんな感じということで、ゴールデン果実が7個。そして、金の玉5が7個。あ、なんか同じぐらいですね。同じぐらいってか同じか。で、空飛びペンギンも、まあ、7匹と。いいですね。オッケー。多分、10周ぐらいしたんかな？もっとしたかな？ある時とね、ない時の差が激しいんですけど、まあ、ある時の、その、当たりをね、引けたら、まあ、結構ね、がっつり稼げるんでね、ゴールデン果実とかね、さっきみたいに4つとかなったりするんでね。さあ、あとは、モグラと爆弾、ちょっと作っていきましょう。爆弾は黒色火薬、作って、ウソップに作ってもらおうと。さあ、とりあえずこれで100個、完成。あとは、モグラですね、取っていきましょう。モグラは、洞窟島と。お、こっち側まだ行ってなかったみたいですね。場所的には、ここ。なんか宝箱がある。よし、オッケー。さあ、開けていきましょう。レッツゴー。オープンザ宝箱。スタミナドリンク。オッケー、ありがとう。ここいたよね、そういえば、モグラ。ここ確定かな？あ、いるわ。確定ですね。敵も、オッケー。さあ、新技習得。お、必殺技来た。花音山頂。やはぞげれ！立ち筋さえ、見切れぬ、高速の剣技。お、スキルレベルアップ。早切りレベル2。斬撃の攻撃力アップ。オッケー。これでだいぶ強くなったと。ちょっと必殺技使っていきましょう。アナウタ山頂。やはずぎれ！オッケー。さあ、モグラゲット。あと1匹ですね。オッケー。さあ、2匹目ゲット。オッケー。さあ、新技習得。一冊、鉛星、鉛の玉を放つ。さあ、そして、新技習得、空中 A、ウソップ、パウンド、ハリボテ巨大ハンマーで、打ち砕く。で、これで、いけるようになったはず。OK。さあ、いけますね。2匹取ったし、爆弾もあると。これどうしようかな。最初、この2、消費するとこからいきますか。手前の方かな。に消費するやつって。ちょっと、まあ、行ってみますか、とりあえず。どうだろう、ちょっと見てから考えよう。見てから考えよう。さあ、着きましたね。あれは、どう行くんだ、こっち？ここまっすぐではない。こっち？あ、こっち側ですね。右側？さあ、ここ、あ、そうだ。ここ降りてった先ですね、岩。岩のところ。ここが何本必要なんだ？これ2かな。あ、これ2ですね。オッケー、やっていきましょう。さっきゴキゴドンドンダンダン、ガンガンガン、休んで、って。さあ、完成。まだこっちは行ってないとこですね。おー、何？なんか、鍾乳洞みたいな。あー、敵がいっぱい出てくると。どう行けばいいの？これ、ジャンプか。はい、オッケー。もう敵が毎回出てくるの、これ。さあ行くぜ。レッツゴー。あそこに石板がある。はい。あ、純鉄鋼。オッケー。何本あってもいいですからね、純鉄鋼は。さあ、これ読んでいきましょう。ナビン、ここに石板があるぞ。何を書いてあるのかしらね。
大樹は契約者にふさわしいものを与える、その強き力を利用する者が善人であることを願う。なるほど。はぁ、悪いことに使えないって意味なのか。ええ、そうよ。じゃあルフィたちは安心だな、悪いことしようとしてないもんな。確かに。これだけ。まさかのこれだけ。あー、もう繋がってなさそうですね。上は繋がってるけど。じゃあ戻りましょう。こちらですね、やっていきましょう。レッツゴー。先ゴキゴキゴキドンドンドンガンガンガンダラララララ。オッケー。これどこに繋がってんの。隠しボスかな。まだこっちの隠しボスやってないですよね。誰なんだろう。何？うわ、あ、なんかいっぱい出てきた。待って。みんな、避難しちゃダメよ。彼らは変わった攻撃をしてくるわ。相手の動きをよく見て。お、なんかゲット。見なかった。地図2の破片4。オッケーかな？よし、オッケー。うわははははは。お前らみてえな、小せえロボットに、俺様が負けるかってのよ。これだけ？特に、あ、ゴールデン果実があるわ。ラッキー。はい。よし、オッケー。こんなもんかな？お、金の卵がある。ラッキー。特に何もない。あ、何かある。あ、出たこれ。はい、オッケー。捕まえたぜ。これで、なんだっけ、鍋料理なんだっけあれ。ヤナアラシネズミ。オッケー。料理の、どれだっけ。あ、これね。焼き石シチュー。あと2匹か。で、レベルも足んないと。さあ、ここにも、金の卵がありますね。はい。オッケー。大収穫。で、あー、ここ行っちゃうと、帰っちゃうと。ちょっとまだ帰んないよ。上の方。オッケー、オッケー。あ、隠しボスだ、多分あれ。さあ、これで、ここで、いつでもね、引き返りができると。お、白の宝玉？やった。いいね。さあ、誰？まあ、氷山って言うと、また、あれかな。アンリミテッドアドベンチャー的に言うと、暴走チョッパーにはなるんだけど、まさかね。まさか。とりあえずやっていきましょう。一回戻ってもよかったですね。失敗したかも。誰？ドン。何？あ、うえ、出た！暴走チョッパー。また悪夢再び。待ってよ、これ勝てる？僕。アドベンチャーの時めっちゃ苦戦したんだよな。なんだとこいつは。何ですか、この怪物は。どういうことでしょう。あれ？あの帽子、どこかで見覚えが。あれは、鬼なんだ。ダブルボールで悪魔のみんな力が暴走してあんな姿に。あれがあなた？そんな、信じられません。紛れもね、事実だ。それより来ぞ、チョッパーだと思って、油断すんな。なるほどね。あー、助けて。ウソップ、やられちゃったからどうしよっかな。おうおうおう、激しい。暴走チョッパーはね、ウソップゲーだった気がする。遠くからね、パシパシやるっていう。ウソップ、蘇らせようかな。ウソップ、一回出せるか。蘇れってやるか。さあ、とりあえず、ウソップを蘇らせる。はい。ウソップン行け。やっぱね、暴走チョッパーといえば、ウソップンですよ。危ない危ない。はい。オッケー。すげえ。はいはい。あ、強いわ。さすが、ウソップン。それをやった後にやると。ちょっと離れて。お、いいね。いるんだ。アンリミテッドアドベンチャーの時は、ファイヤーバードスターっていうね、必殺技があったんですけど、本作はわかんない。まだ解放してないんで。あんのかどうかもわかんないけど、それがね、まだ出てないんで、ちょっとね、まあ、きついっていう感じですね。やけどの状態にすればね、結構削れたイメージがね、あるんですよね。よし、OK。レベル4。まあ、レベルもね、上げつつ、やっていこうかなと。よいしょ。っていう感じで、あ、危ない。避けて。まあね、慣れてるんでね。一応、暴走チョッパーの戦い方としては。ただ、覚醒した時が怖いんですよ、この人。覚醒は必殺技を使ってくるんでね。もうひたすらこれをやっていくだけ。地味すぎる。もう作業芸だ。はい。ひたすらビビたるダメージを与えていく。お、ひるんだ。いいね。多分、ための方が強いと思うんですけどね。3回当てた時と、まあ、ためは多分同じぐらいのダメージかな。ための方がちょっと強い気がするけど。今作も暴走チョッパーって慣れるのかな？
条件が同じだったとしたら、仲間が3人以上かな、倒れてて、ランブルボール使用中にチョッパーがダウンすると、発動と。前作はね、そんな感じだったんですけど、どうなんでしょうか。まあ、それをね、ちょっと試すっていう意味で、ちょっとね、チョッパーを温存しといてもいいですね。もうひたすらこれをやっていくだけ。もう半分近く削れてますね。やけどがね、あったらもっとね、楽なんですけど、なんか燃やせるのあったっけ？あー、なるほどね。粉末持ってくればよかったな、もっと。まさかチョッパーだとは思いませんでしたね。お、さあ、覚醒しましたね。どん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 、激しすぎ。激しすぎ。どこ打って、どこやっとんねん。どこまで行っとんねん。激しすぎやろ。激しい。激しいっす。先輩、助けて。やばいかも。激しい。まあ、必殺技使ってもいいですけどね。使いますか。はい。よいしょ。まあ、炎上攻撃はないですけど。お、新スキル習得。覚悟、レベル1。HP が減少すると、様々な能力が上昇。様々な能力ってことは、まあ、防御力とか、HP とか、わかんない。攻撃力とかってことかな。わからん。何が上昇するんだ。多分攻撃力かな。でも様々なって、なんだろう、防御力？スピード？何そのチート性能みたいな。さあ、暴走チョッパーもだんだん終わりですね。それやった後はもうガンガンやってくると。よいしょ。暴走チョッパーね、ちょっと怖いですよね。あんなキュートな、ね、かわいいチョッパーから思えないぐらい凶暴化してる。OK。いるんだ。後ろから攻撃すると結構ひるみやすいのかな。そういうわけじゃなくて、まあ、なんか、ゲージみたいなのがあって、ひるみゲージか。それが満帆になると、ひるみと。そういう感じかな。後ろからちょっとやってみますか。はい、ドン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 、レッツゴー。ドン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 。さあ、鉛星がレベル5になりましたね。あとなんだっけ。あー、空中か。そうだ、空中だ。これはちょっと難しいですね。近づくのがね、困難なんで、この人。範囲が広すぎて、近づくことがちょっとね、困難なタイプなんで、まあ、遠くからやっていきましょう。溜めて、やっていく。まあ、こっからはね、溜めゲーでいいかな。痛い。助けて。はい。落ち着け、お前は。もう、いいんだ、もう頑張んなくていいんだぞ、チョッパー。お前は、結構頑張った。さあ、オッケー、やりましたね。まあ、ほぼ、苦戦はすることなく。あっさり、倒せちゃったけど、大丈夫？オッケー、さあ、取っていきましょう、レッツゴー。ただね、ほんと体力が、とんでもないぐらい高いんでね、暴走チョッパー。そういう意味ではちょっとね、苦戦しましたね。削るのに。さあ、これで、金の GP が8と、OK。さあ、どうした、チョッパー。俺あんな姿になって、みんなに迷惑もかけて、そうね、気にしなくていいのよ。みんなつけられたんだから。ダメだ。でも、ガタガタ抜かすな。あれは、お前が精一杯やった結果だろ。誰も迷惑だなんて思っちゃいねえ。次は、ああならなくても、勝てるようにする。それでいいんだ。チャロン、うん、あれ頑張るぞ。いいこと言うな、トロー。今ちょっと鳥肌立ったわ。さあ、宝箱には保存食がかける3。とりあえず、マップ的には、滑り台をね、滑っていくと、100% かな？おそらく。なので、滑り台ね、滑っていきましょう。まあ、滑り台で勝手に呼んでるけど。待って、あそこに、あれこれ読んだっけ？はい、これ読んだ。ダビン、これには何て書いてあるんだ？ちょっと待って。どこからかもたらされた宝玉。それは人の思いを形にすることができた。人々はそれを調べ、技術を収めた。じゃあ昔の人は、その宝玉ってやつのおかげで、死には力を持ってたってことなのか？そのようね。なんか、その話、どこかで聞いたことあるんだよな。ほうほう。あれかな、なんか、異世界
転生みたいな。してた時の。あー、さようなら。もう君たち復活しないでくれ。復活してんのかよ。さあ、ここを降りていくと、滑っていくと、ウェーイ、滑り台だーって。ケツが痛い、ケツが痛い。あ、これあれか。スティック押さんでもいいのか。そっちの方が早いね。お、早い、早い。どんな格好で滑っとんの、お前。いやー、止まった止まった。どうすんのこれ。止まったよ。オッケーオッケーオッケー。ここからは歩っていくと。なんだ、忙しいな。あ、ここか。最初来た時、ここ風が強いって言ってたとこだ。登れねえやーって。なるほど、釣りができるとこですね。ゴールデン果実2があるところ。さあ、船に戻りましょう。おそらくこれで 100% です。あれ ?99? え?どこ行ってないの?ちょっとわからないですね。多分どっかしらちょっと行ってないところがあるってこと?マジ?え、どこだろう?あー、待って。あそこかな?左下のところ、多分クワガタがあるとこですね。もしかしてあそこかな?なんかちょっと切れてない?ちょっとそちらに向かっていきましょうか。オッケー!さあ、新スキル習得。戦いの3段。レベル1。攻撃アイテムの効果アップ。どういうこと?ああ、爆弾とか、なんだっけ、燃やすやつとか、凍らせるやつとか、まあ、ひらせるやつとかのやつってこと?効果がアップってどういうことだろう?時間とかかな?炎上時間が伸びるみたいな。それやったら結構強くない?よし、オッケー。一旦、小型で戻って、もう一度行きましょう。さあ、こちらですね。ちょっと行ってみますか。さあ、ここ。ちょっと、左の方、切れてるように見えませんか?白いもやみたいな。もしかしてそこ?ここ?はい。どう?あ、100% になった!オッケー!こんなところか。意外と、行ってないっていうか、ちゃんと近づかないとダメなんですね。オッケー。で、ちょっと帰りましょう。もう用はないんで、ここに。で、渓谷島の隠しボスかな?そろそろ。そっちはおそらく次回ですかね。さあ、セーブして今回は終わりにしたいと思います。はい。オッケー。今回はですね、前半は渓谷島でのマップ開示をやってたんですけど、金のね、GP が足りないということで、やれるところをやって、こちらね、氷山島にやってきて、氷山島のまだ行ってないところとかね、行って、そして、隠しボスである、暴走チョッパーと戦いましたね。まあそうですね、暴走チョッパーはアドベンチャーの時にね、だいぶ戦ったので、まあ攻撃パターンはね、ちょっと違いましたけど、ウソップのおかげでなんとかね、倒すことができました。いやー、ウソップね、暴走チョッパー相手だとやっぱ強いですね。で、次回はですね、渓谷島、おそらく、いけるよね、もうそろそろ。ランク足りるかな?ちょっとその辺はわかんないんですけど、ランクがね、もしね、足りたら、渓谷島の行ってないところ行っていきたいと思います。そして、まあ、時間があったら、洞窟島のマップ開示率もね、上げていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメントもしております。また次回お会いしましょう。さらば!